オオーディオブック動画歴史的文献探索秘密結社明治33年1900年3月フランス哲学博士リニオレチョその20秘密結社における女性活用の方法すでに18世紀からあった女性の自由公社男性公社の姉妹公社として男性公社が利用 男性自由公社員の目的は、女性の精神や心理に立ち入り、これを敗退させることによって、自分たち公社員の助手にしようとするためである。女性を家庭から引きずり出せ、そのためにあ打つ衣装を習いなさい。集会の目的は、そうやって家庭から引き離した、女性と宴会や舞踏会、合コンや談破をするため。女性公社は、娯楽の傾向がある男子公社に対しても、 その望みを満足させるるという利益がある結局女性は大敗させられ女性としての品格や特性を失う自由を得るところ恥を知る心を日々失う秘密結社は女性に受け入れられその手で取り扱われる時天下で成功しないものはないとして女性を取り込んで家庭や宗教道徳国家帝王を破壊するという目的の達成に利用する。 秘密結社における女性活用の方法世の女性が男子の感情の上にそしてその思想その言動の上に偉大な影響を及ぼすことは周知のことである女性は男子を動かす有力な動機づけとなるのであってこれを利用して事をなせば成し遂げられないことはないそうであるなら老懐な自由公者にしてみればどうして 自社のために女性を用いないことがあろうかそうだ自由公社はすでにとっくの昔からこれに目をつけていて男性よりも先に早く女性を自分たちの罠に落とし込むことを企ててきたこの点ベッドフルト男爵典型派は語っていわく女性は男子の上に強烈な影響を及ぼすものである 女性を強制すること、腐敗堕落させることをせずして、天下を我々の思う通りに強制することはできない。と、また曰わく、先人は我々や仲間たちによるカトリック教撲滅計画について、学者的な話題を漏らしつつ、我々にカトリック教を撲滅するには、すべからく、まず女性たちを滅ぼすべきである。と語った。この言葉は実に真実であり、理にかなっている。 しかしながら我々は女性たちを滅ぼすことはできないから堕落腐敗させることを務めるのみである。これは実に我々自由公社員の意を得た妙案である。とああこれは実に熟読がんみすべき言葉である。すでに18世紀に女性たちの自由公社的な団体は多くできている。最初は男子と女子とを合併して組織していわゆる 兄弟姉妹の形で構成組織したこれを称して、陥落豪遊の友、兄弟と呼んだ。この傾聴不白な団体は、18世紀の軽率な社会に大いに流行したのだった。最も勢いがあったのは、ローマ騎士とバラ神女の社団という名の自由公者である。その勢いは、ほとんど他の自由公者を圧倒するかのものであった。その会合の部屋は、恋愛堂と呼ばれ、 4つの壁は花束で飾り付けられ、恋愛を表す門のようなものを所々に設置した。会合の時は、男女2人の職員がその手座を占め、出席の会員は兄弟姉妹と称し、男子はザクロの冠、女子はバラの花の冠をかぶっていた。受会者がある時は、連れてきて、まず、年齢はいくつですか。と問う。もし、その受会者が、 騎士男性であるならば、答えていわく、青春を楽しむ年齢である。と、もし、その受会者がいわゆる、信女であれば、恋愛道の深淵な花園に、同伴し、不可思議な祭壇の前まで導き、ヴィーナス、恋愛の神、および、その子供首と、情欲の神にお証拠をさせる。ああ、私は、その詳細を語るに忍びない。これは 実に19世紀に至ってこの類の結社団体は大いにその数を増やしてきたのであり1900年現在多くの自由公社はいわゆる兄弟男子公社の傍らに姉妹女子公社を有して公社を全社に付属させている今日自由公社が存立する首都や大都市においては必ずこの兄弟姉妹公社が設営されている 女女性の校舎は幼女校舎とも呼ぶというのは、校舎員が誇張して言うところによれば、女性をその列に加える際には、同女を、幼女に迎え入れて保護しているとしているからである。もちろん、自由校舎の機密には関与させないが、ある階級の女性や、ある秘密の案件については関与させる。彼ら自由校舎員の目的は、女性の精神や心理に立ち入り、これを敗退させることによって、 自分たちの助手にしようとするためである幼女校舎の多くは男女両性で組織されるが時に女性のみの組織もあるその目的は不幸または白命の人々の救済保護音楽その他の芸能の修練にあると彼らは言っているしかしこのような場合にも終始男性の校舎員がこれを指導しているのだワイズハウプトの女性校舎に対する意見を聞いてほしい いわくこの女性の自由公社には2種類の社員を置くべきである。その一つは豪遊なご婦人、すなわち無心論者のご婦人である。宗教などについて一般女性を超える着物座った考えを持つご婦人、いわゆる精神が強権にして自由自在に言論ができるご婦人のことである。その二つは経重不白なご婦人である。実は、 その二つの種類のご婦人が、共に男子によって指導されるものであることを知らせてはいけない。この女性の自由公社を監督する任務に当たる兄弟、男子自由公社員は、自分の存在を知らせないで、その意見を、この女性の自由公社に通さねばならない。うんうんといやしくも、ヨーロッパの女性の性質を知っている者は、この言葉の末尾を見て、 彼が用意周到ででああることに驚かなないいいものはいないであろう自分というものの存在を知らせないでその意見のみを女性をして自主的に行わせるヨーロッパの女性に対してはその心がなければ何事も成功を期すことはできないもしその女性がひとたび大敗するやどのような破ン地どのような無節操に出するかを知りたいと思うのであれば彼のいわゆる 完全なるる社人と呼んでいい。ものを見て欲しい例えば、かのパリコンミューン1871年の後におけるパリの石油女、石油を持ってパリを焼き払ったことをもってこの呼び名がある。のごときがそれである。女性校舎の組織は、男性校舎のそれと大略は同じである。商標的異界も同一である。ただ、上級異界は、その数は甚だ少ない。 往々にして同一の部屋を男性校舎員の集会にも男女の混合集会にも使っている入社や受会の女性姉妹があるときは彼女を校舎の傍らにある暗室いわゆる熟考の部屋と呼ばれているところに連れて行くこの部屋は黒布で内部を覆いドクロ骸骨等を設置してテーブルを設け獣の毛で編んだカーペットを敷いてその上に一つのろうそく台を置き 石頭でもって室内を照らしているのであるがその状況は暗淡として墓場に入るようなものであるこうして入社受戒志願の姉妹がこの部屋に入ってくるとまず同志であるいわゆる兄弁氏と称する者が女性志願者に相対してその顔面を布で縛り順々に道徳人愛等について一通りの演説をする読者の方々はこの演説の趣旨内容 および同姉妹の入社式受会式、すなわち、娘分姉妹連、女将の三階に昇進する儀式の詳細を知りたいと思うであろうが、私は、そのお望み、今、好奇心に応じることはできない。私は、こうした儀式の中身を知らないのではない。ただ、言うに忍びないのである。もはや、すでに因愛なる優戯、巧妙なる不道徳が世の中に流行するに至って、どうして、 私がこれに付け加えなければならないのだろうか。従って、私は、一躍すぐさま、その儀式の目的の説明に至ろうと思う。なぜなら、その目的は、ズワクがワイズハウプトに宛てた秘書中に明記されているからである。いわく、女性公社に期待し得る利益は、姉妹がそれを学ぶ秘密のために支払った、金額、および支払うことを約束した、すべての金額を、 本社ででああるるる男子公社の収入に供することであるしかも、女性校舎は、娯楽の傾向がある男子校舎に対しても、その望みを満足させるという利益があるのだ。と、ああ、校舎の王に自由を学ばせるため、お金を女性から支出させ、男子の校舎員の情欲を満たすために、これを利用しようとするとは、あまりにも禁じ的な言葉である。そうであるとしても、このことは、 事実を正直に述べた告白であるから世の人々はこの事実を否定することはできない。彼はなお女性校舎の利益を追加していわく養女校舎における女性の数が多くなるときはその信用によって校舎から推薦されたものを国家数要の地位に選出させるために大きな力になるのだ。とここにおいてある社会に一つのことわざがある。すなわち 事実として、女性に受け入れられ、その手で取り扱われるとき、天下で成功しないものはないと。これゆえに、ワイズハウプトは、彼の教会演説の中で、女性におもねるすべは、男子自由公社員が研究すべき、最も重要なものであるとして、これを教えていわく。およそ、女性は、虚栄後期陥落、陳治等に、多かれ少なかれ誘惑されてしまうものである。だから、 このやり方で女性を囲い込み自由公者のために供するようにしなければならない。と、ラゴンも曰わく、良性合同の自由公者、男女混合の自由公者は、外見は甚だ軽重不白なもののように見えるけれども、自由公者流の平等のためを世の中の人心にまくためには、最も有力な道となるのだ。と、その通りだ。良性合同の自由公者は、 事実、女性の精神、なかんづく、その心を大敗させることを目的としているのだ。集会が、部作法、式文、儀式等の意義も曖昧にして、知らず知らずのうちに悪の思考、たしなみを与えるものである。能弁な女性が、慈善活動から得られる心の楽しみを言い表そうとして発言すると、後社員は、一層、感激の態度を装い、その人道主義をもって、 世界の人を愛すべきことを解き、平易にして、かつ興味深い道徳話を用いて、この美しい感情に走らせる。そして、兄弟と姉妹と愛ともに、不和の鎮静、蔓延の公認、自由と友愛とにおける知識と心の一致等を喜び祝い、すぐ近くで宴会や舞踏会が始まる。なぜなら、これらは、男女両性の集会に必要な付属品、今、宴会と舞踏とは、 彼らの主要な公務と言うべきだからである。これゆえに、上級公社員、とイシへは、少しもはがかることなく、断言して曰わく、養女公社も、また、他の公社と同様、その業務、異界、秘密、記号等を有している。しかしながら、これは、集会の自閉、口実に過ぎない。男子自由公社の真の目的は、宴会と舞踏にある。 この2つは、その集会と切り離すことのできない重要な要素である。と、もちろん、女性のほとんどは、自由公社で見分することの意味を知らない。男子公社員も、また、これを説明することをしないで、ただ、その幻想にのみ委ねるのは、その両親に触れてやめてしまうことを恐れるからである。そして、彼女らを欺き、合わせて公衆をも欺くために、宴会と舞踏の後には、 必ず貧者のために集金することを常としているしかしながら女性たちがどのような志を持ってその集会の正当性を信じようとしてもまた男子校舎員がどんな方法を尽くしてこれを信じさせようと努めたとしても自由校舎が女性としての品格や特性を要請する学校でないことは明明白白の事実であるなんとなれば自由校舎から出た女性にして 一層真面目になり、一層低粛な女性となり、一層勤勉なものとなり、また、一層夫婦の義務を尽くすことに忠実なものとなったというようなことは、いまだかつて見分しないところだからである。かえって、自由を得るところ、恥を知る心を日々失う。といった事実は、我々が日常に見聞きする光景である。にもかかわらず、かの自由公社の領収は、今日、 この葦木精神が女性社会に進展することを見て、拍手喝采しつつある。彼らの語る言葉をどうか聞いてほしい。長い世紀の間、女性たちは、正当な自由を失って、苦しみをめいておられた。それは当然あり得ることだ。この自由は、人生最高の宝にして、そうした不幸にとって、一大救済となるからである。この女性は、敬紋深きところ。 つまり、寝室に幽閉されて、単調な家事育児という細々としたことに、一位先進に従事させられてきた。こうした無知もうまいの習わしは、創造主の傑作にして、一品である女性をして、家庭や家族のほかに、その思いや権利等を拡大させるようなことは、彼女の天文に反するものだと信じさせてきた。ああ、知恵優れた自由公社員たちよ。そなたらは、この美しい女性に、快活にして、 優そなたらこそ、解明の志士、情け深い同情の志士、勇猛の志士であるぞ。我々は、何をもって、そなたらに報いようか。そなたらは、この世の中を、虫けらの境外より救出することに協力したのだ。そなたらは、正しい道徳、美術、思考の源泉を四法に併出させたのだ。と。ところでもし このの言葉を発する者の人となりを知らなければ人々は必ずや騙されるだろうところが我々は幸いにしてこの人物を知っているしたがってこの言葉の真意も明らかにすることができるいやいや自由公者の自由という道徳は決して理想の女性を育てる道ではないのだ天下の父がその子女に期待するところはこのようなことにあるのではない 自由公社固有の道徳は自由公社で遊戯をするためにはあるいは都合が良いかもしれないしかし家庭にあって生活するためには一体何の利益があろうか家庭においてはあのような自由気ままと恋愛感情ないし別条があまりに長量抱っこする公者の集会宴会と舞踏会に出席する婦人が持つ美術や思考とは全く異なることが要請されるのである慎み深く定説で 競争勤勉なる婦人、すなわち、良妻賢母の理想に適合すべき婦人は、いまだ、かつて、一人も、自由公社の自由言論学校から出てきていない。女性の地位を、回一回ずつ昇進させて、持って、同女に自由を授けるのは、同じ家庭にいない他の男子の側から見て、愉快なる事業、寛大なる感情を注ぐものであるかもしれない。しかし、このために、女性におむね、こびへつらい。 それで、その女性を退廃させていくことは、人の道を外していると言うべきである。このようなことは、女性としての品位をますます失墜させるものだからである。そうだとすると、一体、どうやって女性を守ったらよいだろうか。それは、他でもない、己の両親に照らし、その女性の人格を尊び、また、その提徳に抵触しない方法をとる以外にない。ところが、 自由公社員は自前の見地や自分の身勝手な利害から打算的にその言動を企画する。これはもとより家庭を貧乱し、宗教を撲滅し、女性を大敗させるという彼ら自由公社の目的を達成するための顕著な方法ではないにしても、確かに効果の上がる方法であることは間違いない。そうだからこそ、彼ら自由公社員はこの方法によって、 女性が自分たちに奉仕協力することを期待し、そしてこれを疑ったりはしないのである。ここで、自由公社の狩猟が、完全なる女主の上階に昇進する幼女、女性社員に語ったことをどうか聞いてほしい。いわく、お嬢さん、あなたは、なお、いまだ、伝統宗教やそれによる間違った、壮年、迷信、先入観を、脳裏の片隅に持ち続けていた。しかし 我々がお嬢さんを自由公社の商標的機密に加入させ、真理の光があなたの瞳の前で輝き届いた今日に至って、これまでの名望は完全に消え去った。今後は困難ではあるが、崇高なる事業があなたの創建にかかっているのだ。すなわち、お嬢さんの義務の第一番目のものは、帝王と主祭に対して民衆を怒らせ対立を煽ることである。どうかカフェにおいても、 劇場においても、また夜会においても、この神聖な目的の達成に尽力、研究せられよ。と、我々は考える。日本国民は、欧米の新しい事柄を多く採用して、これを同化させたけれども、この怪物、いわゆる自由公がもしくは自由女性と称せられるものだけは、これを日本に取り入れて採用してはならない。我々はまた、これを容認しないことを希望する。